月の自慢した福士蒼汰です。公開前ですけど、全国上映会ということで、名古屋の、皆さん、今ここにいる皆さんと、一緒に、一緒にじゃないんだけど体感してもらえるということで、すごく嬉しいなと思っています。本日は短いですが、よろしくお願いします。松本まりこです。本日は、こんなに多くのお客様にお越しいただき本当に嬉しいです。この映画はそうですね、本当に皆さんがどういった感想を持たれるのか、どういった感覚になるのかっていうところが私自身とても興味を持っております。ぜひ見たら感想とかをつぶやいていただければと思います。本当にとにかく感じてほしいです。どうぞよろしくお願いします。監督の森達史です。先日東京で同じように、上映前に挨拶させていただいたんですけれども、名古屋にこうやって来れて、少しずつ、公開になっていくという実感が湧いてきました。なかなかですね、一筋縄ではいかない映画だと思うのですが、これから見ていただくんですけれども、とにかくこのお二人を見ていただいて、これは演技なんだろうかと、こんなことしていいのだろうかと思うようなシーンもありますので、楽しんでいただければいいかなと思います。今日は短い時間ですが、よろしくお願いします。これはですね、もう何度も言ってるんですけど、簡単に言いますと、僕が、この吉田修一さんの小説の処方を書いてほしいと言われて書いたところ、お礼の手紙を編集者の方からいただいて、そこに吉田さんが大森さんに映画を撮ってほしいとつぶやいておりますというようないくつか感じたんですね。はいはい、それで、気持ちよくなっちゃいましてねちょっと笑顔、ちょっとなかなか難しい小説だったんですけど、ちょっとやりたくなってしまったとこから始まったんですね。もうプレッシャーはないんですけど、やっぱり原作の方にそうやって言っていただけるのはね、なかなかこうあるもんではないので、すごく嬉しかったんですね。それと吉田さんっていうのはなかなかのこれ映画好きでしてですね、ものすごいいっぱい映画を見てらっしゃって、僕の映画を見てね、面白い時はちゃんとメールをいただけるんですけど、つまらなければスルーされてるんですよねすごくないかもしれないですけど、なのでやっぱ緊張というかね、嬉しいっていう感じでしたね。はい、発見したことは、ちょっとお芝居の話になってしまうんですけど、いつもは割とこうエンターテインメント作品に出ることが多くて、仮面ライダーであったりとか、いろんなアクションとか、アクション映画とかたくさんね出てて、でそうするとこう頭でじゃあ次どんなかっこいいポーズしようとか、どんなかっこいい言い方でやろうとか、頭ですごく考えて演じてるわけですよね。その方がやっぱ決まるから、バシッと決まるからいいなと思ってやってるんですけど、今回見た作品はそれをもう本当に納得感の演出だったんですけど、そういうものを一切削って削って削って、もう本当、脳みそ使わずにこう脊髄で反射してお芝居ができるっていうところに行ってほしいっていう演出があったので、それを、どんどんやっていって、そうするとこうどんどん主観が強くなってくるんですよね。脳みそを使わないので、あんまりこう客観というよりは主観が強くなっていくんですけど、逆に劇場で見たときはなんか主観が強いから自分が何かやってるっていう風に見れるのかなと思ったら、逆で全く違う自分がいたっていうことに驚いて、だから、あ、俺こんな顔してたんだとか、あんな風にこう追い詰めていたんだっていうのは、劇場で僕も見るまでは気づかない表情とかがたくさんあったので、そういう意味での発見は今回はいつもよりは大きかったなというふうに思いますね。こんなにいやらしいじゃないか、いやらしいかもしれないですけど、嫌な顔というか、人を追い詰める顔というか、を自分してるんだ、してたんだっていうのは結構驚きでしたね。そうですね、もう座学から入
ぼ座学でした。はい、でもこの座学がとっても大事だったんですよ。要するにこう介護 の実習っていうのももちろんやりましたが、それよりも何よりもまずやっぱり私はその介護を介護士さんのどういうふうな、思いで介護をされてるのかっていうことをやっぱり全く逆の発想で考えていたんですね。なんかまあ本当にすごく偏った言い方になってしまうかもしれないんですけど、やっぱり介護をするっていうのはなんとなくやっぱり介護をしてあげる、お世話をしてあげるっていう感覚なんじゃないかってやっぱり勝手に思ってたんですけど、そこがまず真逆だった。介護をさせていただいてる、利用者さんに介護をさせていただいて、ありがとうございますの気持ちでいるっていうことをした時にも目から鱗で本当に鳥肌が立ったぐらいで、そこで一つそのカヨの、まあ、ずっとカヨは、介護士として生きているわけですけども、家でもやっぱりずっと父 のお世話をお母さん代わりにしてきたという女性なんですね。でやっぱり私としてはやっぱりその感覚がやっぱどうしても本当の意味で掴むことができなくて、でその座学でその言葉を聞いた時にもう本当にスカーンって感じでそういうことかってもう本当に理解が一気に深まって、でそうすると介護の仕事がとっても自分にとってありがたくて生きがいで、なんならやっぱりそこに居場所を求めてしまっている自分がいる。すごく面白いことを聞いたのは、介護士の離職者の方ってすごく少ないんですって。あ、そうなんですね。そうなんです。結構大変ですね。そう、とても大変なお仕事だって思ってたんですけど、介護の仕事を辞められてそこからまた戻ってくるっていう方々もやっぱり介護職に戻ってきてしまうっていう、それはすごくでもやっていて、あ、そうだなっていうふうに思ったのは、そこに自分の存在意義、利用者さんにありがとうって言ってもらえて、自分が私はここにいな、この人のために何かをできてるっていう感覚を得れる、それはとても満たされることで、なんて素晴らしい職業なんだと。本当に大変なこともたくさんあると思います。だけれども私はその介護という仕事にやっぱりすごくこの期間見せられて、でやっぱりそこからやっぱり介護職という見方が変わったのは本当に私の自分の人生にとってとってもありがたい経験だったな、発見だったなっていうふうに思います。決め手だって決め手、すいません、目の前で言うのも決め手っていうのあれなんですけどねまあそうだな、福士君に関してはまあ彼はさ、やっぱり僕そんなにいっぱい彼の作品この映画の前に見せたわけではないんですけど、やっぱりなんか頭がいいっていうことはなんとなくわかるんですよね。それで頭がいいからこそ、多分ですよ、きっと、今のままでは良くないと思ってるはずだと勝手に思うわけですよとするとこの映画はやってくれるんじゃないかっていうそういうことになっているんですね、はい、で、その後お会い、初めてこの作品の前にお会いした時に、僕は勝手にすごく信じてくれているなというふうに感じたんですね。だから僕はとにかく信じ返そうっていうところからもうなんか始まってた感じがしますね。だからあんまりこう役の解釈の話とかをした記憶はあんまりないですし、細かい芝居の話もしてないですけども、まあ勘がいいのかどうかいいんでしょう、はい、もうどんどん成長していきますから、これはやっていて、撮影期間
そうですね、始まって、現場始まってからもう、ね、最後からしたらもう別人のようにね、芝居をしていきますから、それは素晴らしいんじゃないですかね。まあ、まず、なんで、信用、信頼しているのは、本当にまさにそうで、初めて会った時に、なんか、この森さんの、なんだろう、スタンスっていうのは、すごく自分の中で心地よくて、なんか、この人のものの捉え方、考え方っていうのは、ちょっと一つ信頼してもいいんだろうなっていうふうに思ったんですよね。なので、何も別に言葉交わせないですけど、その時そういうふうに思って、ついてこうってシンプルに思ったのが最初で、でもまあ、どんどんこう成長していって、たっていうのは嬉しさもあるんですけど、不甲斐なさもやっぱ同時にあって、それを最初から提示できれば本当は良かったなと思いますけど、でも本当監督が俺が常に思うことがあって、すごくこの言い方ちょっと考えますけど、すごく俳優のことを思いすぎなんじゃないかなっていうのをね感じるんですよ。どの作品見てても俳優のことすごく思ってて、なんかこうだからね、そこが切なさも出てきちゃうんですよ。切なさもなんかね、そこが好きなんだけど、ちょっともっとこう自分を自分でこう愛すみたいな、同時に感じちゃう。こう愛されすぎちゃうとさ、信頼されすぎちゃうと、まあね、だから返せるからいいんだけど、愛し返せるからいいんだけど、なんだこの会話。変な展開だね。変な展開だね。まあマリカとはほら長い付き合いなんですよ、実は。付き合いというか、付き合ったことはないんですけど、昔からこう時々こうお会いする機会があってですね、僕はまあ、彼女が10代の頃から、一応知っている、もうやっぱりおしゃべりしたことがあるぐらいもあって、まあ、時々それでお会いしていく中で、もうとにかく今回の映画で、僕が監督で、マリカが主演で、一緒に映画ができるっていうことだけで、まず、ちょっとこう嬉しいですよ。すごい嬉しいです。これはもう多分この映画界でまず生き残るってるだけですごくて、なのに一緒に映画が主役でできるっていうのはもう奇跡みたいなもんですね。20年とかもっと前かもしれないからね。そういう意味ではもうそれだけでまずすごいと。それがたまたまこの作品であったっていうのは、まあ、僕の中ではあるんですけど、でもこの作品であったのもきっとそのなんかさっき話聞いてマリカの話聞いて、このタイミングでこの作品だったっていうことにもちょっと良かったかもしれないですね、マリカにとってはね、と思ってます。はい、ですね、この映画を原作を映画にするときにですね、一つ記者を男性から女性に変えてるんですね。でこれはやっぱり 若い女性で、まだ世の中にあんまり疑いがない女性が、事件であったときに、心をなるべく純粋にグラグラと揺らしていくところが結構始まりになります。それでその記者はこの2人のことを関係性を見ることは映画の中ではないんです。でもお客さんはその2人の関係性も見られるんですよ。つまり美しい彼女は世界はもしかしたら汚いかもしれない、もしかしたら美しいかもしれないということを信じたい女性なんですけれど、この2人のことは見れないけど、この2人はこの2人で勝手に世界はもしかしたら美しいかもしれないっていうことをやってると思って、映画を見ていただけるともしかしたら少しだけ見やすくなるかもしれないですね。2人が最後琵琶湖の沖へ旅立っていきますが、まあそこで戦っている姿は、まあ、僕は ものすごい好きなシーンですので、まあ、楽しんでいてください。はい、私は映画の話ができてないんですけれども、いや、本当にまずはこの作品を、撮ろうと思われた監督の覚悟は凄まじいものだったなっていうふうに感じながら私は
この作品をやっていました。でそれで、監督の演出がもう俳優を信じ切るという覚悟で演出を受けて、でその人を信じ切るというのはどういうことなのか、人を信頼するってどういうことなのか、もう並々ならぬ覚悟がないとここまで人を信用する信頼するっていうことはできないっていうことを私はこの作品で知ることができました。で今それを自分がやってみようと思ってこの1年半撮影終わってからやってみようと思いながら生きてる、そんなそのこの映画って私はとても自分の人生において大事なことを学びました。それはもう本当に演技だけじゃなくてそれを超えてなんかどう生きるかみたいなことを学べた、作品です。そういうものがその監督の覚悟、がこの作品にはとても深いところで現れて伝わってくるような気がしています。こう表面的なこう言語化できないような作品ですけれどもそういったものを皆さんが感じ取っていただけることができるんじゃないかと信じておりますので、たっぷりどっぷりこの映画に使っていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。そうですね、湖の女たちという作品は、すごく人間の、心の奥底を、描いた作品だと思っています。見ていただいて複雑な気持ちにはなると思います。これってどうやって言葉に表していいんだろうかわからないような作品なのかもしれないんですが、でもそのわからないも含めて、自分のことを理解してあげるとまたそれもこうこの作品を一歩理解したことにもつながるのかなとも思いますので、なんかわからねえな、わからないわで、このことはちょっとわかるかも、これってこれがつながってんじゃないみたいな、なんか自分の中でそう勝手に妄想を膨らませてって、まあ、彼らは私たちが演じたキャラクターのその先を想像してみることで解決していったりとかすることもあるかもしれないので、そういうふうになんか自分勝手に見てくれたらいいかなと思ってます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。